皆さんこんにちは。今日は千葉県の館山市にやってまいりました。実は私は館山市の産婦人科の病院で生まれました。ですから私の発祥の地と言えるんですけれども、今日は僕が大好きな道路ずっとちょっとドライブしてみたいと思いますが、館山から白浜に向かう道ですね。ここの景色がね本当に大好きで、ただ今日は朝が早くて逆光でですね、眩しくてもう白内障ですから、サングラスを何年ぶりかにかけましたけれども、サングラスってのはこういう時のためにあったんですね。さあ寒い中ですけれども、房総は暖かくて、昔から1月2月になるとテレビ番組で ね春の房総とか、今花が、まあ、菜の花から金魚草ストップなんていうのが有名ですけど、金銭とかね、房総の春の気分を味わっていただきたいと思います。テレビ番組みたいなこと言ってますね。それでは行っていきます。はい、というわけでここが平沢浦という場所ですけれども、もう菜の花が両脇に咲き始めてます。車も少なくてですね、とってもいいところですね。ここが私は大好きなんですね。どっかこの辺でキャンプという口実で家を建てちゃったりしてね、ここに住みたいなと思っているぐらい大好きな場所です。周りにはね観光地がいっぱいあって、特に南房パラダイスっていうのは有名ですけど、風光明媚なとってもいい道ですね。春らしいですね。ここはね本当によく大好きで、わざわざ遠回りして母の実家が近くにあります、そっちの方に行ってます。眩しい、こてっちゃん。ここが南房パラダイスって言うんですけど、昔はシンガポールと姉妹都市かなんかで、シンガポールみたいな感じだったんですけども、最近はハワイになってしまいまして、アロハガーデンと書いてあります。中でフラダンスとかやってるようです。また行きたいな。さあここで終了ですね。ここまでが有料道路。あ、ちょうどこの丁字路で、ここは昔料金所だった。今 U ターンしてきましたけれども、なぜか私はここが大好きで、車を買うと、今砂が溢れてる車を止めて写真を撮るんですけれども、そういう癖があります。逆光じゃないととっても風景がいいと思いますけどね、ここだけはちょっと撮っておきたかったので U ターンしてきました。この辺はずっと海岸沿いを走るんですけども、白浜から千倉に向かってます。ずっと海岸線で、とにかく車がいないんで快適ですね。あ、前に2台いる、珍しいな。ここもね海水浴場なんですけどね、ここに来た覚えはない。はい、館山から浦和ラインを通って白浜の灯台から千倉にやってまいりました。ずっと海岸線沿いです。この先に外浜って言ったかな、海水浴場がありまして、そこはもう毎年来てました。非常に思い出深い海水浴場です。何年か前にそこの海岸清掃っていうのがありまして、とても綺麗になりまして、ビーチクリーンっていうんですけどね、ビーチクリーンっていうとなんか乳首をクリンクリンしてるような感じでイメージが違うんですけど、ビーチクリーンじゃなくて海岸清掃って言ってもらいたいですね。ラジオなんか聞いてると鵠沼でビーチクリーン大会をやりました。ドキッとします。そんな海岸なんですけど、道が悪い、ガタガタですけど、カメラぶれまくってんじゃないですか。ここはね、なんともいい場所で、昔ながらの雰囲気があるんですね。2019年台風15号と19号っていうのは房総半島直撃しまして、かなりこの辺めちゃくちゃになったんですけど、この木造もまだビニールシートになってますけど、今使ってるんですかね、使ってないです。で、ここが瀬戸浜ですね。僕はよく来た海水浴場です。綺麗ですね、クリーンされてますね、ビーチ部が。千倉を過ぎまして、今度は和田浦っていう方に向かってみたいと思いますが、その途中にもこれが第二フラワーラインというのかな、僕の好きな道がありまして、そこは本当に思い出深いです。最近なんか犬が脱走したとかいう問題になってクローズアップされたところでもあるんですけども、そこに行ってみたいと思います。和田浦には売店がありまして、ワオっていうんですけども、そこに目当ての海苔があるんですけど、その海苔を買いにワオに向かいたいと思います。はい、第二フラワーラインに入ってきました。まあ、とにかく田舎です。私は小さい頃ここをよく自転車でもう走りまくってましたね。今度は菜の花ではなくて、何年か前からはハーブ、マリーゴールドじゃなくてローズマリーだ、ローズマリーガーデンっていうのがありまして、別にろうそくが詰まったわけじゃないですよ、ローズマリー。はい、そういうわけで周りにはローズマリーが詰まってます。この松なんだかローズマリーなんだかわかんない、松詰まり、まあ、つまりですね、そういういいとこなわけでございます。この建物はね、カーサフローラ、昔ちっちゃかったんですけど、儲かったんでしょうか、こんなに大きくなって。昔喫茶店があったんですけどね、この先に潮祭という施設がありまして、そこのプールにはね毎日のように行ったんじゃないかな。これですね、ローズマリー公園、道の駅。
で、この左が潮騒、今何になってる、なんか看板も外されてるんで開いちゃってますかね。ここはいい道、天気がいいと最高ですね。サーファーが多いんでサーフィンついた車はよくこの辺の脇の路地に路駐してます。なんか松の木が枯れたのかな、なんか昔はうっそうとしてたんだけど明るくなってきた。ここが今のところがうちから一番近い海の入り口、東へ東へ向かってるんだけど、お天道様が高くなってきた、眩しくなくなってきた。カメラもちょうどいいんじゃないでしょうかね。これくらいがよく撮れてると思います。ここまで第二フラワーライン、房総フラワーライン、この辺もよく遊びに来たり、車輪っこで走った方が多いんじゃないかな、車へ。ここまでサイクリングコースがあってね、ちょうどこれがサイクリングコースの出口。ここからが和田浦の町、この和田浦っていうのはクジラの漁で調査捕鯨の町ですね、有名ですね。でも僕はあんまり子供の頃クジラを食べた記憶がほとんどない。小学校の給食でクジラの竜田揚げ、クジラのタレっていうのが出たけど、この現地では食べたことほとんどない。大人になってからクジラ料理っていうのを何回か食べましたけど、あまり好きではありません。で、今 BGM でかかってる曲は僕のジョサンプっていうバンドの曲なんですけど、ブラジル音楽を基本にしたバンドですけど、去年20周年だったんだけど、まあ、こんな状況でライブができなくて20周年っていうのができなかったので、今年はやりたいと思ってます。どこでどんな風な形でやるかはまだ考えてるんですけども、できたらいいなと思ってます。アルバム2枚出してるんですけどね、そんなのももっともっと紹介して皆さんに聴いていただきたいなとは思ってるんですけど、こういう海沿いのドライブなんかぴったりなんじゃないでしょうかね。まだ売ってるんですよ、在庫がいっぱいあるんですよ、売らないだけで売る機会がないんだけど、売りたいのは山々なんですけど、あ、ここもピーマンでね、クジラ料理の店、ここにも来たことがあります。ここが和田浦の駅で、ここの右入ったところが海水浴場です。ここにもよく来ましたね。さあ、いよいよ目的地の和音、ここで海苔があるんでしょうか、それ店やってるんでしょうか。